こんにちは、青ピンです。今回はよくご質問いただくカムラポイントの集め方を紹介したいと思います。ポーチでのポイント集めの紹介になりますので、あらかじめ連射コントローラーが必要になります。ちなみに私はこちらを使用していますが、連射機能が使えれば何でも大丈夫です。それでは早速装備から説明していきます。まずスキルで地質学レベル3をつける必要があるのですが、こちらはレザー装備の頭、腕、足でつけることができます。レベル3さえつけば問題ないので、上位のレザー装備やお守りや装飾品でつけても大丈夫です。次に持ち物です。コタル爆弾とカルクを1匹忘れずに連れていきましょう。準備ができたら早速出発ですが、その前にもしお団子換算術やお団子収穫祭があれば、竹串の1個目を使用して食べておきましょう。カムラポイントが多くもらえますが、日替わり団子のためなくても大丈夫です。それでは探索ツアーの城塞高地へ行きましょう。行ってらっしゃいませ。早速高地場所へ向かっていきますが、少々分かりにくいので動画を参考にして向かってみてください。ここのツタを登っていくと、左側に途中に穴があります。ここに入りましょう。あ、中に入ったら右側に部屋があるので、扉をコタル爆弾で破壊して入ります。ここが目的地です。それでは採取していきますが、カルクに乗らないと位置がずれていってしまうため、カルクになった状態で行いましょう。あとは2個取れる位置で連射痕の A 連打で放置しておくだけです。長時間放置しておくとこんな感じでアイテム数がカンストしています。今回のやり方の解説は以上となります。サンブレイクはカムラポイントの消費が多く、なかなか集めるのも大変だと思うので、寝る前やゲームができない時にやっておくといいと思います。また情報動画なども上げたいと思っていますので、よければチャンネル登録お願いします。それではご視聴ありがとうございました。